60分一本勝負を行います。オコナー JWP170 パウンズ、ダイナマイト関西。アコナーは全日本女子プロレス180パウンズ、ホッタユニコーン。さあ第9試合です。フルパワー運命闘争放送93と題しまして、全日本女子プロレスから堀田由美子、そして JWP からダイナマイト関西、夢のシングルマッチ。これはもう、まあ、試合前ね、斉藤さんとも話しましたけども、僕も斉藤さんも緊張度高いですね、うん、一番楽しみにした試合じゃないですか。そうですね、テンション高いですからね、うん、はい、これ実質上のメインイベントだって本人たちも思ってますし、うん、お客さんもね、うん、実質上のメインイベントだって思って見てる人も多いんじゃないですか、やっぱり。そうですね、これはさあゴング、もうここまでのね、もう展開がこの2人のシングルマッチを余儀なくさせたという、まあ、流れになってきましたけれども、またプロレスの技系よりは、うん、女 UWS 系というような ね互いにもう重厚な蹴りを持っているというこの2人のスタイル、非常にね、スタイルも似てて、風貌も似てて、体格も似てて、それでいては同じオーディションを受けてという、もう本当に運命闘争という運命の出会いなんじゃないかなと思いますね。タイトルがついてますけども、本当にそんな感じがするわけでありますけれども、それに、はい、ダイナマイト関西にとってこれが晴れの舞台であるとともに、はい、堀田にとっても、うん、かなりこれは晴れの舞台ですよ。そうですね、どうしようというと、やっぱり全日本女子の中では、はい、注目はされていますけれども、はい、やはりステータスはちょっと大関というクラスですからね、まあ、シングルでね、メインを張るということは、まあ実力が認められているにもかかわらずですよ、ね、はい、なるほどね、もちろんね、キャリア、そしてパワー、テクニック的にも十分なものを持っているんで、あーっと来ましたね、そろそろ、あーっと強烈な蹴りが入っていますけれども、おっと、すごい関西の蹴りがビシバシと入ってきます。さあこの辺のお互い意識したね、あとお互いの蹴りを意識したものすごい試合が展開されるという気がするんですけれども、まあ、2人とも試合前なんか非常に何ですかね、楽しみにしてるって変ですけども、本当にやりたかったというか、いや、いよいよやっとシングルマッチができるよみたいな、ね、一世一代の試合なんじゃないですか、プロレス人生において、はい、うん、本人たちも楽しみにしていたというこのシングルマッチ、堀田選手、はい、素晴らしい顔つきしてますよ。なるほどね、はい、あった、おー、すごいバックドロップだ。今度はホットの蹴り、また一瞬でも気抜いたら顔に来ますからね、はい、ガードは欠かせないんですけれども、さあこれはさあ今日は堀田もね、いつもの紫のレガース、紫のコスチュームから白をね、全面に押し出した、はい、でも紫が入ってますからね、それがスパンコール入ってますしね、うん、よそ行きに着替えてきたって感じですね。なるほど、でも自分のロゴは同じですから、はい、またさっき関西が先に入場してきましたよね、はい、その時にやっぱりこの入場ランプの上を胸を張ったりしたでしょう。なるほど、うん、これがなんかすごく象徴的だっていう感じがします。この人はどこ行っても堂々としますからね、うん、特に今日は、うん、これが自分のリングだっていうね、うん、自分を見に1万6000人のファンが、ね、うん、集まってるという感覚があると思います。なるほど、大勝負ですからね、はい、まあ、現にね、こう思ってももういいんじゃないかという気がしますけどね。いや、大勝負ですよ、当然、はい、やっぱりうん、プロレスって不思議だなという戦いですよね、うん、その8年前に同じオーディションを受けて、はい、2人とも落っこっちゃって、うん、片や受け直して全日本女子、全日本女子に入った堀田選手と、後に、旧ジャパン女子プロに入った、まあ、その頃ミス A って名乗ってましたけどね、はい、巡り巡って戦う日が来るんですね、こうやって、ね、しかももう2人ともね、申し分のないこの成長ぶりというか、順調にね、成長してきて、これだけのステータスをそれぞれ掲げてのね、シングル戦ということですから、本当に価値があるなという気がしますけれども、うん、そしてやっぱり真面目だからここまで来たんですよね、もちろん上の方を取る選手全員真面目なんですけれども、とにかくプロレスに対してものすごくクソ真面目なんですよね、うん、ダイナマイト関西という選手は、うん、
だからこうして巡り巡ってもやっぱり大舞台に立つ日が来るっていう、うん、励みになるというか、うん、他のプロレスものの。さあここまではまだちょっと嵐の前の静けさかなと。でもシーンとしてるというよりはとにかくテンションが高いですよね。ピリピリしたものを、ね、感じますよね。あっとやはりこのシングル戦だった。あっとこれは顔面にもろに入った。いや本当に何かこの女版 UWF というか一発のキックにね重みがありますので、これだけ一発のキックで会場が湧いてしまうという。いやこれあカウントが入ればダウンなんですけども、あっと危ない。倒れている関西に容赦ない顔面キック。あっとたまらず場外だ。これはかなり入りましたね。ちょっと心配ですが、もろに顔面に入り、そしてその後側頭部に。あっと関西だいぶこれは、あっとこれはかなりダメージですね。強烈な一発をもらいました。ちょっと足元がふらついてるが関西どうか。さあカウントが進みますけれども、いい顔してますよね、うん、あこのいいですね。またこの待ち構えるホッタ。そしてこの試合初めてロープに振って今度は何だ、うん、わっとよく見てましたね。あのコーナーから飛んできての、はい、二次鉄エルボーって言うんですか、それをキックで、読んでますからね、今もう蹴った関西まで痛かったなっていう表情をしましたけど、でもそういう試合に必然的になりますよね。なるほどね。どっちが我慢したかという。さあそこんな鉄柵、あっとやっぱり来るの分かってますから、構えてましたね、危ない場外で蹴りまくる。先ほどのお返しだと言わんばかりの顔、あーすごい、あーすごい、大丈夫でしょうか堀田。何か先ほどのキックをもう倍にして返してやるという感じの気迫がこもって、非常にものすごいキックは連発しましたけれども、あっともう一発だ。あー堀田これ顔面無防備になると危ないですからね。あっと危ない、あーいた、もろに入った。ちょっと今ガードをしてないと、エプロンでもロープダウン取った方がいいですね。あ大丈夫でしょうか。いや先ほどはねもうよくも顔面にいいやつ一発入れてくれたなという関西が、あっとダウン取りましたね。あっとこれは10カウントでホッタのノックアウト負けになるんですけれども、おっとホッタ大丈夫でしょうか。あっとホッタちょっと朦朧としてますね。あっとセコンドがセブンです、セブン、あと危ないレイト、あホッタ大丈夫か。あっとおこれはもう一度カウントが、うん、というか、まあ、あのプロレスのあれですから、はい、立ってファイティングポーズ取る前にもやっぱり試合再開しちゃいますよね。なるほどね、自然的に。はい、さあここでもう一度カウントが、レフリーがニュートラルコーナーに関西を下げておけばいいわけですよね。はいはい、おっとあこれはゴーですね、ゴーサインが出ました。さあ今度はもうここぞとばかりに蹴りまくる。あーっと危ない、危ない、本当何かこのユダフレーフの試合を見ているかのような錯覚を覚えてしまいましたけれども、要するにダイナマイト関西が求めていたプロレスと、堀田由美子が求めていたプロレスというのが、結局同じものだったんですよね。なるほど。今まで遭遇することがなくて初めて遭遇したわけですから、やっぱり今までできなかった蹴りとかね、打撃戦というかね、この相手によって自分が探していたものを確かめるというか、やってますよね、そういうことを今独特のね、緊張感というか、一発のキックの重みというか、そういったものはやっぱりきちっと伝わってきますからね。まだ終わってないですよ全然、確かに堀田選手フラフラしてるかもしれないですけれども、もちろんねもう全然終わってないですよね。前場の選手回復早いですからね、もう一回こうやってリング一周しちゃうともう回復したりしますから。さあそして今度はローキックだ、
さあそしてあっとここですでにあっとあゴリアホールパイルドライバーあっと大丈夫か堀田甘い今目を見開いてキックアウトしましたよね。はい、なんか堀田選手が目をガッと見開きましたよね。ああ堀田この辺でさあスリーパーホールドこの辺かなりスタミナをロスしている堀田できつい攻めになってまいります。あーっとあーっとぐいぐい締め上げます。いや何かこのスリーパー一つ取っても非常にこう緊張感がある一触即発のなんか状態というかね、そういったものを感じますね。堀田あっと向こうでデビルが声出してますね。はい、これまでの試合とはちょっと打って変わってというか通天閣スペシャルというすごい技があります。あっとあしかしもう一発もう一発ドリアフルパイルドライバー通天閣はフィニッシュに取っておくのか、うん、まあ、まだまだ堀田も行くでしょう。さあそして今度はおっとサソリですか。ダイナマイト関西サソリもかなり使えますね。はい、さあステップオーバーした、これもがっちり決まっています。やはりこの、ね、体格のある関西にずしっとこう体重を浴びせられますとこれはかなり苦しいものがあります。堀田どうか。おっとここであえてサソリを外してさあ一気に勝負に出るのか関西は。んしかし堀田もイメージ蘇ったか。あ今の絶妙のタイミングでニールキック、素晴らしいニールキック、そして側頭部を捉えた。おっと堀田もフラフラだ、堀田もフラフラだ。しかしいやこっからじゃない堀田の、あっとラリアット、こっから堀田、あしかし関西そうはさせない。もう一回ドリアホルパルドライバー、さあホール、あっと危ない、カウント2。いやー堀田大丈夫でしょうか。さあそしておこれはトップロックのなんだ、あっとフライングヘッドバットを狙ったんですけれども、あっとすごいやりやっとそのまま抑え込んで甘い。堀田選手危ないところですがかろうじてカウント2で返した。堀田はかなりこれ日焼けをしてね、あれですね、かなり体もこう肌ツヤも良くなったかなという気がするんですけども、コンディション的には両選手ともやっぱりかなりベストに持ってきてるんでしょうね。ベストに持ってきてるんじゃないですか、はい、おっとダブルアリット、あそしてかわしてうまく当たった、バックドロップ高角度高角度、ああそして反撃だ、堀田が蘇った、堀田が蘇った、さあ後頭部に蹴り、いやたまらずたまらず場外だ、たまらず場外関西、あーっと、いやーさあすごい、もうサッカーボールキック、サッカーボールキックだ、いやしかし堀田も回復早いですね。しかしね、もう一時はダメかというぐらいグロッキーだったんですけれども、もう一発のね先ほどニールキック、そしてドロップキック、バックドロップから蘇りました。蹴られた時はあれですけれども、はい、やっぱり衝撃のある技をもらった後、はい、なんかかえって目が覚めちゃうからね。あなるほどね、そういうこともあるんですか。そしておっとタイガードライバーだ、カーオーブン、おっと今のは3入ったんじゃないかという、いや騒然としました横浜アリーナの1万6000の大観衆、いやこれはねもうすれすれ。さあそしてあーっとバックロックからのあれ危険度が高いですよね、難度が高いだけに、はい、さあそして今度は関西が見上がった、あしかし関西もだいぶ来てます、蹴り疲れか、あー堀田もどうしないと危ないぞ、あそして会場だ、あーっと宙吊りだ、宙吊りだ、
さあロープに十分だ。あっとこれはデンジャラスな攻撃、デンジャラスだ。これは危ない、あまりにもあまりにも危険すぎるこの技は。うげつないですね今のは。まあああいう状況ですから、はい、待ってやるわけにもいかないですよね。しかしよく耐えました関西。そしてもう一回、もう一発。さあカウントは、うん、カウント2。まだまだダイナマイト関西も元気ですね。そうですね、ケッタはやはりフィニッシュホールドのピラミッドドライバーへの布石なのか。この2連発まだまだ両選手とも必殺技を出していません。さあここで今度は関西がかなりノックダウン気味。ペッチャー、ペッチャーよって感じですね。あとこれで、あおっと、さあこれはカウントが入りますね。関西大丈夫か。あもう場内からは悲鳴とも思える、悲鳴とも思える歓声が。あっと関西大丈夫か。あまだしかし、まだまだ闘志は、闘志はみなぎっている。その目には闘志はみなぎっているような気がするが、さあどうか。ん、起き上がったぞ。さあここで起き上がった。あっと容赦はしない。先ほどの返しは堀田、両選手とも一度ずつのダウン、10カウントを数えられています。さあこれはあカルビアンスプラッシュってありますからね。堀田のオリジナルフィニッシュホールド、腕を固めてそのままカルビアンスプラッシュ。甘い、受け身が取れないぞ、受け身が取れない。さあカウントは、あっとよく返しましたね今のは。あそしてもう一つの、もう一つのデンジャラスな技。あピラミッドドライブの形でしたけども、そのまま投げ捨てました。さあカウントは、あロープ、汗かいて滑ったのか、それとも、うん、関西が重かったのか、耐えたのか、はい、はい、おっとかわして、あ関西あれだけの技を食っていながら、あ持ち上げた、数点角ボムに行くのか。危ない、取った、はスリー入ったか。あカウントスリー入った、際どいところですが、あカウントスリー入りましたね、いやそれにしてもあーっと関西アピールをしようとしたんですけれども、いや思わずもう成功を突き跳ねたという、いやあの2点角ドライバーのタイミングはもう素晴らしかったです。スリーでした、あれを必殺技と呼ばずに何を必殺技と呼ぼうかと、もう落差といいね、いい顔してますね、フィニッシュの形といい、はい、本田、8年間は長かったけど今日がスタートとして、これから一緒に戦っていこう。8年間の2人の思いがリング上でスパークしました。勝ちました JWP ダイナマイト関西選手です。どうぞおめでとうございます。この8年間振り返ってみるとどうです？長かったようで短いような、なんか本当に会えてよかったっていう人と今日はできて本当充実感があります。試合中覚えてます？いやあんまり覚えてないです。なんか自分がホールしてんのかホールされてんのかちょっと朦朧としたところが何回もありまして、危なか
たんだと思います、うん、最後も本当にっていう感じで、すごい試合でしたよ。嘘。すごい試合でした。嘘。ビデオできたら見たいなと思います、うん、早く。そして最後にこれからがスタートだ、はい、言葉、はい、本当8年間別々の道で生きてきて、うん、本当に良かったと思います。これが同じ団体であればこういうリングで巡り合えなかったと思うんですよ。今まで別々の道で生きてきて初めてなんか宝物を拾ったような、なんかそういう心境です今。これからですね、はい、頑張ってください。おめでとうございました。どうもありがとうございました。なんだよ、タオル持ってきてあげて。はい、とりあえず試合の感想など、はい、ね、そうですね、近いうちにもう今日でも明日でも決めてもらいたいです。さっきお前の蹴りはすごいよって言ってましたけど、はい、すごいです、聞きました。もう本当に内田選手の蹴りを使う選手がいるんですけど、やっぱり関西の蹴りっていうのは一つ違うっていうか、しびれてもいつも背中だけなんですけど、やっぱり関西の蹴りは手や足の先までしびれるぐらいすごい強打の蹴りを持ってます。考えてました。やっぱりガンガンもう蹴りまくるしかないんで、蹴ることだけを頭に入れてたんですけど、もうやっぱりまだその蹴りを蹴りで倒せるという打力力が自分にすごい欠けてると思いました。8年間プロレスやってきて本当に情けない話だと思います。これからももっとやっぱり蹴りもまだ甘い、他の団体にはすごい人がいるんだなと実感がありました。今度当たる時まで必ずもう大場所で絶対当たりたいです。できるならば8月武道館で何かをかけて選手生活っていうか、今は分からないですけど、それぐらいかけてもいいという気持ちで必ず勝ちを狙いに行きます。